皆さんこんばんは、今日は神宮球場で行われましたヤクルトスワローズ対阪神タイガースの一戦をお伝えするんですが、ヤクルトスワローズがですね7連敗をした、まあ、これはですね一気にちょっとこうセリーグわからなくなるのかなと思ったんですが、日曜日現在2位であるあの横浜にですね勝ちました。これでちょっと一段落したかなということになりましたね。そして、一方のタイガースはですね6連敗中、もう2位だったところからどんどんこう順位が落ちていってですね現在4位、今日カープが勝ってタイガースが敗れるとですね5位に転落ということになるというね、本当にまあゲーム差があんまりないという中で戦っておりますので、こういうこともある。今日は、エース青柳を持ってきました。まあここ3試合ほどですかね、青柳としてはちょっと安定してないピッチングが続いておりますけれども、やはりエースです。こういう時に、しっかりとゲームを作ってくれるかどうかということが、まあ、一つ大きなポイントになりますし、もう一つ、タイガースの打撃陣がですね、点をどうやって取るのか、この辺もですね一つ大きな見どころと言っていいところですね。今日はですね、4番にロハスジュニアを持ってきました。佐藤6番、ロドリゲスを5番というね、まあ苦肉の策、いろいろ考えてやってます。さあそのゲーム今日はどうだったか見ていきましょう。はい、今日はこういうゲームになりました。今日の先発はヤクルト高梨ですね。13ゲーム投げて5勝6敗、3.11、まあ安定したピッチングですね。そして、タイガースとはですね4ゲーム投げて1勝2敗なんですけれども、防御率は 2.82、2点台の防御率っていうのは素晴らしいですね。一方の青柳は17ゲーム投げて12勝1敗、防御率 1.39。 対ヤクルトはですね2ゲーム投げて2勝0敗、まだ1点も取られてないというね安定したピッチングを続けております。その2人の投げ合いだったんですが、今日はですね初回は三者凡退、両チーム来たんですけれども、2回の裏にもうヤクルトが2点取ります。これはですねまずフォアボールからでしたね。ノーアウトでランナー1塁、そこで、5番に今日は宮本を入れてるんですよね。宮本がピッチャー前にバント、これを、青柳がですね1塁へちょっと悪送球ですね、ピッチャーのエラーとなりまして、ノーアウト1、2塁。そして6番の中村、ここもまたバントをします。ここで、ファーストのロドリゲスがですね、フィルダースチョイスですね、間に合わないサードへ投げてしまったというね、ノーアウト満塁というもう大ピンチを作ります。そして7番の丸山のショートゴロでまず1点。そして8番の長岡、これはですね追い込まれてからインサイドのまっすぐだったんですが、やっぱりバットがインサイドアウト、インサイドから出てきてますね。これでライト方向に犠牲フライを打って2点目が入るという2回でしたね。そして3回にもまたヤクルトが得点します。先頭打者の本山、ライトオーバーのツーベース、右中間でしたね。そして、サンタナのライトフライでワンアウト3塁、村上4番、これはワンボールからですねインサイドのカットボールかな、スライダー系、これ詰まらせてたんですけれども、やっぱりパワーでタイムリーヒットということで、これ3点目になりますね。そしてその後5番の宮本がまたライトへ打って、1、3塁。そして中村の時にですね、この中村がやっぱりいい仕事をしますね。センター方向へ、犠牲フライ、インサイドの球でしたけども引っ張らずに、センター方向へ打ったというね、もう理想的な外野フライ、犠牲フライを打ったと思います。4点目、まあ、この4点でですねもう今のタイガース打線ではちょっともうなんともならないかなというふうに、感じてたところでしたね。その後やっと6回にタイガース1点、これはですねワンアウト後に糸原がレフトへ流して、ホームラン4対1。まあ、6回で4対1、3点差っていうのはねまだこれ分からないなっていうふうに普通は思うところなんですけれども、今のタイガースの打線だとこのまだ3点も差があるっていうのはですねちょっとかなり遠い感じがするんですよね。これどうなるのかなっていうところでした。結局今日は高梨この6回まで投げましたね。105球3安打奪三振9、四死球に、失点はこのホームラン1点だけというね高梨好投しました。そして青柳の方はですねもう4回ここで、変わりましたね。4回終わった時点で、61球4安打3奪三振1四球4失点というところでもう、打席が回ってきたところで、変わりました。そして、その後はですね5回に岩貞安定したピッチングで三者凡退取りましたね。そしてその後島本、
アルカンタラ7回に来たんですが、ここで先頭打者の青木に、初球ライトスタンドに放り込まれた。もうこれがダメ押しの1点かなっていうような感じだったんですが、いやいやこれまだ9回にですね点が入るんですね。ここ一つタイガースは見せ場を作ってくれましたね。まあ結局負けてしまうんですけれども、7連敗してしまうんですけれども、その中でもですねこの9回のこの攻撃はですねなかなか見せてくれました。ここ数試合こういうゲームをですねあまり見せてもらえなかったので、ここはですねちょっと見応えありましたね。9回を頭からですね田口が出てきまして、ツーアウトランナーなしまでスッと来たんでね、ああもうこれで終わりかなっていうところから梅野がまずヒット、そして、途中から出てる陽川がライトへ、続いてヒットでツーアウト1・2塁、そして1番に帰って島田がセンター前のヒット、これでまず、セカンドランナー1人帰って1点。山本、この場面でですね結局もう田口からマクガフに変わります。1点入ってまだランナー2人残しということで、マクガフにセーブシチュエーションがついたということもあってこれマクガフが出てきたわけですけれども、バッター山本のところでマクガフがワイルドピッチ、これで2点目が入りましたね。そしてまだランナーは1人いる、そこで山本がセンターへヒットを打って1・3塁ですね、1・3塁という形を作りました。2点差、これでちょっと本当に分からなくなったっていうところで、山本に代わってですねダイソーの上田を持ってきたわけですね。その上田がですね初球にスティールをした、これでですね2アウト2・3塁1打同点っていう場面まで作ったわけですね。まあ、最後は糸原がライトフライで結局終わってしまいましたけれども、まあ、この9回2アウトランナーなしからのですね4連打、ここはですねタイガース久々に見せてもらいました。まあ、今日タイガースファンの方たちはですね、まあ、負けゲームを見たわけですが、それでもですねタイガースの最後の反撃、これはですね何かこう感じるものがあったんではないでしょうかね。まあ、コロナで、この今戦列を離脱している選手たちもですねやっと練習をしだしたということで、もう近々、この戦列に加わってきますね。そうなるとですね、まあ、もう少し打撃陣が、強力になっています。そうなると点が入ると思いますので、まあ、今日敗れて広島が勝ったことで5位に転落してますけれども、まあ、ゲーム差はそうない 0.5、まあ、これからねまたちょっと勝てばまた上位が狙える。まあ、この前岡田君と話しててやっぱりタイガースやっぱ最低でもやっぱ3位には入ってもらわないと困るっていうような話をしておりましたので、なんとかねそこを目指して、頑張ってもらいたいなと思いますね。はい、ということで、今日の勝ちは高梨、ナイスピッチングでしたね。6勝6敗、青柳が負け2つ目ですね。12勝2敗です。そしてマクガフにセーブがついて29個目、はい、こういう風になってますね。そしてホームランは糸原の3号青木の5号ということで、今日の MVP は高梨弘利投手、6回までまあ、エース青柳との投げ合いということで、プレッシャーはあったかもしれませんけれども、6回まで1失点に抑えたということでね、本当にいいゲームを作ったなという気がしました。高梨投手の MVP ということになりました。ということで、今日のゲームはヤクルトスワローズが阪神タイガースに5対3、7連敗の後2連勝ということになりました。ちょっと安心したんじゃないでしょうか。そういうゲームでした。